なんでないんで、なんで。え、待って、やばい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 。よ、あ、汚れ拭けってことか。オッケーオッケー、けけ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 け。あ、排水、よーいな。あ、すげえ。あ、これおもろい。さあ、人数が増えて試合始めます。ちょっと右の色合わせがね、間に合ってないんですが、よろしくお願いします。ローア行ってみましょう。さあ、クルーメイトということで、今回2インポスターかな。さあ、タスクをちょっと堪能していこう。まずはセキュリティだ。あ、これチュンチュンじゃない？あ、あ、すげえ！落ちてくる！あ、結構早っ。あ、早っ。めちゃ早っ。あ、すごい早い。わーわー、わー、ちょっとあれこれむずいぞ。あ、むずいむずい。このモーニングスターみたいなやつね。うわ、あ、やばい、O2や。O2 は急がなきゃいけない。O2 は、これやらないと死ぬやつなんでね。ここのマスクを開けて取る。はい、OK。あ、これでいけてる？あ、いけてるいけてる。OK、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 OK。あ！取れなかった！あ、なんでなんでなんで。え、待って、やばい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 。待って、な、何これ。いや、ガスシガスシ絶対ガスシ。いや、ガスシ絶対ガスシ。全員ガスシ。あのね、ごめん、あのね、ガスシっていうか、あれ知らなくて、なんか、え、これどうすると思ったら勝手に6時死んだ。ガスマスク取らないと、あの制限時間で死ぬんですけど、下で今ナスピョンさんと誰かがピョンって飛んだね。ローバーでは上で3人の死体がガスマスクの前に上も飛びましたね。あれでもさ、下飛んだの2人じゃなかった？え、ちょっと待って、あそこで人が死んだってこと？6人。そう、上でも一応ガス、まあ逆に言えばこの6人生き残ってる人は全員ガスマスク取れてるんで、取れてるからね。あ、じゃあ取れなかったやつはそいつが悪いってことでいい？そうです。バカバカです。あ、バカで、あ、ほら、ライ落ちしたやつ。ごめん、エラーで落ちた。出る影丸さんが。あ、これでもスキップで行きましょうか。でも6人死ぬとか初めて見たわ。落ちた。あった。さあ、お願いします。今度は12人二郎ということで、クルーメイト一応お願いします。さあ、ちょっととりあえずタスクをね、堪能したいので、アッパーデスク。あ、早速真ん中に何かあるぞ、タスクが。何これ？あ、汚れ拭けってことか。オッケーオッケー、けけ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 け。これ金庫と同じですね。さて、今度は？あ、ここになんかある。何これ？開けて？あ、レシートが出る。何だったの？あ、いいボタン。めちゃくちゃいいボタンやん。これね、何も始まってないのに楽しいぞ。これ、手分けがね、セキュリティはあれなんですよね、多分。あの、ザーザーをなくさなきゃいけないんですよね。もうごめん、今何の話してるか全然わからん。全然わからん。じゃあ次行きましょう。じゃあちょっと見失ってセントラルの全然見失ネタじゃない。全然違う、全然違う。見失ネタかよ。ちなみにあのクソゲーなっちゃうんで、 O2 の時の生き方ちゃんと皆さん分かってます？生存の仕方は分かるわけないじゃないですか。どういうことですか？じゃあもうその場のノリで O2 はだから30秒以内で中央に行ってマスク取ってください。はい、30秒蓋開けてマスクを色変わりますよね。正直タスクがクリアになるんで色が変わりますよね。なるほど、マスクつけたら。じゃあ、あのインポスターさん、あの O2 鳴らしてみてください。ねえ、まだいっぱい死ぬって。やばいやばい、やめてやめて。もうお試しですね、これね。ここは綺麗、ここはすごい綺麗。さあ、ロワ行ってみましょう。さて、タスクこなしていくぞ。あ、配線多いな。配線多いな。あ、なんか嫌がらせモッドみたいなさ、ちょっとツイッターとかで一緒にショボさんとか上げてて流行ったけど、もうそれやん。まんまそれやん。あとこの赤いのなんだろう。まあ、でも一旦普通に助けやっていこう。あ、これテーピングするやつじゃん。あ、すげえ。あ、これおもろい。で、むず。あー、うん、で、クリアの判定わからん。やばい、待って、大津死ぬ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 。早く早く早く。オッケー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 。取れた取れた取れた。オッケー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 。死なない死なない死なない。大丈夫？大丈夫？やばいよ。大丈夫？取れてるね。あと一人っぽいな。あと一人取れてないぞ。あ、あ、取れた取れた。オッケー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 。よかった。あれ？いや、これ多分キルじゃないかな。これキルじゃないかな。あれ多分マスクの上に出てる数字が取ってない人の数っぽい。そう、あと1だった。そうだね。で、最後、1階の人が取れてたんだよ。取るのが。あ、オッケーオッケーオッケー。1だった。残り1だったね。僕も見た1だった。じゃあ、スナパイさん、キルされてる。スナパイさん、どっちと買い分けだったから話そう。覚えてね。
全然覚えてない。全然わからん。じゃあ最終位置行っていこう、最終位置。セントラル。わかんない。セントラル、セントラル。セントラルの前はエレクトリカル、エレクトリカル俺。多い多い。アップは最終位置ね。最終位置は、オブザベートリー。あー、オッケーオッケーオッケー。2階の左ね。家の上の端っこ。ここです。かな？あったかな？あ、ごめん。アド、あ、すみません。アドミンでした。すみません。あー、オッケーです。2階のアドミン。ナーパイさんは何階でした？わかりません。2階にいなかったと思うけどな。俺も2階で見てないから、1階まで見てない気しますね。あのとんでもないバグが発生しまして、今僕あのトイレのスポイトは挟ってるじゃないですか、頭の上に。うん、はい、あの後で見てください、歩いてる時普通の帽子かぶってますから。なんでなんでなよ、わからん。あ、上の先っぽがないの。確かに確かに。さてちょっとローはちょっとまだまだタスコレやり足りねえぜ。この赤く光ってるの何なんだろうな、これちょっと見に行こうか。あ、普通のやつだ。あ、懐かしい。懐かしい、懐かしくはねえよ、別に毎日やってるから。あ、ここにもある。あ、これさっきのやつだ。レシートを取るだけかい。レシートを取って俺一体何になるっていうんですか。伊豆さんがフィルタレーションのとこにいた。あ、あ、あ、エレベーター乗られちゃった。何これ。あ、あ、見える。あ、あ、閉められちゃった。閉め出されちまったよ。これ多分コミュサボだよね。うわ、エレベーターマジおもれ。これすげえな。あ、あ、くそ、やられた、ポンズ野郎。まあいいや、じゃあちょっとタスクやしてもらおうね。さて、あ、すげえ、お料理だ。え、なにこれ。は、え、なにこれ、なにこれ、なにこれ。むずすぎ、むずすぎタスク出た。あ、むずいわ。むずいわ。いや、もう、もう中野さん隠しろ、中野さん隠しろ。影丸僕最後見てましたね。下にどこ発見これ、これはね、2階のはい、エレベーターの前ですね。エレベーター1、丸1の前だった。あ、そうそうそう、あのね、僕もね、影丸がね、エレベーター前、あのセキュリティの手前、セキュリティの前のエレベーターでしょ。ラウンジ前、ラウンジ前だね、うん、ラウンジ前か。うん、え、そう、2階、あ、2階か。2階。あ、じゃあ僕1階のセキュリティ前のエレベーターに影丸いたの見てるから、多分エレベーター入って2階上がったんだと思うの。あ、うん、うん、当てる当てる当てる、ね、多分。いいぞ。チョボスケさん、ね、これ多分だけどコミュサボさあったじゃないですか。はい、うん、あ、うん、だからで、チョボスケさんさ直しに行ったじゃん。うん、俺と途中で、あん時はエレベーターの前下、俺カフェテリアからエレベーターセントラルでコミサボまで行ってんだけど、その時下いなかったから、うん、コミサボ俺らが行ってる間に死んでるんだよ。死んでる。俺もそう、生きてるの見てるもん。じゃあ、じゃあだから5秒か6秒以内だと思う。そうだね、超直近、割と直近だと思う。直近だと思う。あ、じゃあ結構白取れる人いない。コミサボ直した人は白くて、俺クロムが直したコミサボだよね、クロムできないと思う。マシャカリまでは白でしょ、多分その話的に、うん、そうだね。僕一番後ろ側からコミサボ行きました。伊豆中ノッチが1階のフィールドレーション、エレクトリカル上エレベーター前のところで、はい、一生このタスク無事なっていう感じで、はい、やってました、うん、あ、俺が最初に伊豆さん見たとこや。確かにめちゃめちゃ怪しいとこにいるんですけど、あの2階メディカルでタスクの意味が分かんなくて永遠にメディカルにいます。あ、はい、それはね、ほんと俺が1階メディカル寄って、結城さんがなんかずっと佇んでんの俺見た。オッケー、ポンズ野郎、うん、絞られろ。足裏、ポンズ野郎はロビー2階のウキです。ウキ1、ウキ1ロビー。もう2人とも被ってるから。ポンズ野郎2階のミーティングでなんかわけわかんないのやってて、水槽かな、クロム君が、うん、クロム君が最後入ってきたって感じですね。近いよ。夏ピョン最終位置1階のバラストですね。除染みたいなのやってから扉。バラスト意味わかんないんだよな。まあかなり遠いからやりづらい位置ではあるよね。まあシンプルに行くなら、まあ、ポンズさんがまあ近いといえば近いですけど。はい、はい。5秒だったらでも。まあ、最後尾のパン君も一応やってる可能性はありますけど、ね。はい、いやー、まあ、まあ、結構余裕位置広がるなこれ。いや、ポンズパンクローラーション、ポンズパンクローラーション。よし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 。いや、どうした？マジか。見たいんだよね。一つするとこ見たいから、ちょっと誰か。あ、分かる、確かに一つられるとこ見てみて。ボタンどこなんだよ。ペー。ペーやられちゃったよ。俺さ、はい。多分ガスで死んだんだけど。マジか。ローデッキのさ、なんか部屋に閉じ込められたの。あら。
やばい、これどうなってんの、これ部屋に閉じ込められた、あれちょっと大通なりながら会議入ってる、やばい、え、これ全身だ、やばいよ、やばいやばい、あと2秒は取るよ、ちょっと待って、あなんだよこれ、今ゲームとかダメだもん、ダメダメダメ、これどういうこと、変なバグ、これ多分え毒ガスでインポスターも死んで、そうですね、多分判定が先に入ったんですね、多分ね、てかめっちゃおもろいな、会議中笑ってたじゃねえか、初めて見た会議画面が赤くなるの、スキップするしかないって、やべえだろあれ、あの時の団結力やばかったな、最悪3秒しかなかったっすよ、3秒以内に取りに行った、全試合取れ高ですね今のところ、はい、今の大取れ高ですよね今のね、待って、なんか契約壊れちゃったから立て直す、 OK でーす、先取り具合最高、やーべー、俺あれ止めてれば勝ってたのかな、変わらねえ俺ら二人。